令和時代ピアノ教室はこれを売れ。物消費からこと消費、そして人消費へ。時代は変わってきています。今日はその物からこと、ことから人についてですね、ピアノ教室の経営についてお話していきたいと思います。これはですね、ピアノ教室だけではなく地球規模で消費が変わってきています。在日外国人の方、こちらも物消費からこと消費へと変化してきました。観光消費はですね、世界的にこの傾向にあり、物消費からこと消費へ変わってきていると言われています。今までは外国人の方がですね、日本製品を買いたくて、退去して押し寄せていたわけなんですね。それがだんだんと日本文化、日本食を味わう、そういったことを楽しみに来日されるようになりました。それは日本国内の日本人も一緒ですね。今までは物を消費する、物を所有する、そういったことに感じる方が多かったわけです。しかし物流的に豊かになったことで、もっと心を満たしたいと考える人が増えてきました。映画を見たり、食事をして、そして旅行に行って、こうしてことを楽しむ、そんな時代が来たんですね。ところが最近はまたもう一つの流れが出てきました。映画を見て、食事をして、旅行に行って、若者たちの意識はですね、誰と一緒に過ごすか、消費の大半は交際費になったんですね。若者たちの消費行動は明らかにことから人へと移り変わってきています。なので、美味しい料理をこのキャンペーンで食べるというよりも、集まるメンバーと何を一緒に消費するかが大事になってきているわけなんですね。物からこと、ことから人に移行しているわけです。ピアノ教室もそうです。物消費の時代はバブルの頃ですね、ピアノがたくさん売れました。ピアノが欲しかったんです。一家に一台ピアノ、ピアノがあると上流階級になった気分ができたんですね。それでピアノを買った、ピアノを買ってね、ピアノを家具ってわけにいけませんから、それでそのピアノを弾くということで、ピアノ教室ね、大ブレイクした時代がありました。それが落ち着き、みんなピアノを持つようになって、時代もことの時代に変わりました。発表会で素敵なドレスを着て、お父さんお母さんにビデオカメラ回して、そういったその体験をね、お子さんも親御さんも楽しむ時代が来ました。この頃にはコンクールや、あと各種イベントですね、クリスマス会とかハロウィンとか、そういうので、イベントがね、大変盛り上がった時代が来ました。ピアノ教室に入ってどんな体験ができるか、そこにフォーカスがいったわけなんですね。ところが、ことの時代から世の中は人の時代変わりました。人の時代、誰から教わるかが大事なんです。たくさんピアノ教室がある中、どの先生に教えてもらうか、優しい先生なのかな、ちょっとピリッとした先生なのかな、とても頼りがいのある先生なのかな、とても共感してくださる先生なのか、誰に教わるかが大事になってきたわけなんですね。誰に習いたいか、その先生の教え方、ね、とても丁寧に教えてくれる、一人一人に合わせて教えてくれる、どんなマイペースな子にも合わせてくれる先生のね、教え方、先生があってその先生の教え方がありますものね、そこに親の注目はいきました。もうこうなってはですね、誰に会いたいかなんですよね。もう先生に会いたいからレッスンに行く、そんなピアノ教室もあります。レッスンの中身はどうでもいいと、先生に会いたいと、先生に会って先生と話したい、先生に励まされ、先生に慰められ、先生に勇気づけられたい、もう先生に会えればいいんだ、ピアノレッスンはもうどうでもいい、そんな人気のある先生もいっぱい出てきました。まさに人の時代になりました。なので、これからのピアノ教室、何を売ったらいいか、物でもなくことでもないわけです。人です。先生自身を売ってください。先生のキャラクターとっても大事ですね。あと先生のやはりこういったプロモーション、見た目とかね、お顔とかね、写真なんかもしっかり出してください。ホームページやブログ、 SNS、 こうね、顔写真のところにですね、ピアノのマークロゴしか出てない人いますけども、それではダメです。信頼性が得られません。
きちんとですね皆さんの顔を出してください。あ、もう見ればね、あ、こんな先生だな、安心するんですよ。動物の写真であったり花の写真であったりピアノの写真はダメです。しっかり私はこういう先生ですよ、そのまんまですよ、レッスンに来たらこの顔に会えますよってことでですね、ちゃんと皆さんの顔を出してください。誰かわからない、名前も出てないね、例えばよっちゃん先生とかね、ちゃんと本名を出してください。何度も言いますよ、物の時代から事の時代、そして人の時代、どの先生なのかを生徒さんも保護者も見てます。皆さんをちゃんと出しましょう。またピアノ教室のネーミングも大事です。昔は屋号、かっこいい、ね、ネーミングが流行りました。ここはポコとかアレグロ教室とかアンダンテ教室とかクレッシェンド教室とか、ネーミング綺麗だし先生もついついそれ出したくなります。でもポコアポコ教室、全国にいっぱいあるんですよ。東京都のポコアポコ教室ね、大阪のポコアポコ教室、九州のポコアポコ教室、ホームページ見れば先生の顔写真、名前、プロフィールの誰か分かりますけれども、もしできればですね、はい、そこには名前を入れてほしいですね。皆さん自身を売ってるんですので、ポコアポコ教室でもいいですけど、どっかにカッコしてですね、私だったら星名陽子っていう名前やっぱり入れてほしいですね。時代のね流れをしっかりつかみましょう。物からことへ、ことから人へ、どれだけでも皆さんのことをアピールして構わないです。もちろん等身大の皆さんで言いましょう。あの、おひれをつけることはありません、またね隠す必要もないです。ナチュラルな皆さんを見せればいいと思います。ピアノ教室の商品はピアノの先生自身です。ピアノ教室の商品はピアノ何々コース、大人コース、こんな教材を使ってる、こんなイベントに出れる、それも出してもいいんですけど、一番大事なのは先生自身です。私こういう先生ですよ、こういう経緯があって、そして今ピアノ教室をこんな風にやってます、言ってもいいと思います。私はこういうことを大事に、ピアノレッスンさせていただいてます。もう皆さんの思いをね、しっかりですねアピールして、これから来る生徒さん保護者にですね、あ、この先生こういう風な思いでこういうレッスンをしてるんだ、それが届けば大丈夫です。ぜひですねピアノ教室の商品は皆さん自身、一商品ということで、皆さんをねしっかりね、分かるようにアピールしていってください。そのためにもですね、皆さんプロフィールっていうのをね少し大事にしたらいいかなと思います。皆さんがどういう経緯でピアノを習ったか、ピアノを習う過程どうだったのか、どういう風なね、きっかけになって社会に出て、でもその社会でもこういろいろなことがあったと思うんですけど、結局最終的にはピアノ教室で落ち着いたわけですから、自分のピアノ教室今こんな風に展開してるよっていうことをねお話しされるといいと思います。はい、こちらの動画ね、もしも役に立ったなと思えばぜひグッドボタンを押していただければと思います。今日話したことでね、物消費、こと消費、人消費、何か質問したいなというものがありましたら、ぜひコメント欄の方にね質問いただければ私の方で回答いたしたいと思います。またこちらのチャンネルではですね、こういったピアノ教室のね経営にまつわるようなことで、いくつかシリーズで出してますので、ぜひねそちらの方も見ていただければと思います。またこのチャンネルね、皆さんのお役に立てるようであればぜひチャンネル登録していただければ有益な情報を発信していきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いします。